皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルは、集客はアナログと、ウェブ集客両方上手に使おうというお話をしたいと思います。アナログとウェブ集客、特に私この時代だからこそ、私ウェブ集客を教えてるコンサルタントなんですけどね、でもアナログ集客も、だからこそ両方でやっておきたいっていう話をしたいと思っているんですね。私のクライアントさんで、まあ、新規で新しく内容を立ち上げ直して、まあ、新しい方をまたきちんと集客していこうっていう時に、ウェブ集客をやるのはもちろんのこと、やはりチラシとかお店とかに、ね、配りながら認知してもらってっていうことを、本当に足できっちり歩いてやっていただいている方もいらっしゃいます。これっていうのは、まあ、飛び込み営業っていう部類に入るんですけれども、非常に精神的にしんどいところなんですよ。だって冷たくあしらわれるケースとか多いのが当たり前で、まあ、例えばチラシとか受け取ってくれて、で、まあ、そこからまた集客っていうことでね、来ていただけるお客様をご案内してくださるような店舗さんとか出会えたりとかすることとかもあったりするんですけれども、きついんです、精神的に。だからやらない方多いです。断られるのが嫌だからです。特に季節関係なく、夏とかは暑いですし、冬とかは寒いですし、その中回っていく一軒一軒、これね結構しんどいんですよ。だけどその分やってない方はやってないですし、やってる方はやってらっしゃいますのでね、そういう意味でやられてる方はやられてない方よりも違うルートからの集客とかが当然しやすい状態になりますので、この時代は結構アナログ集客っていうのも案外侮れなかったりします。で、アナログの部分で言うと、集客だけじゃなくて能力としては制約の能力も磨かれます。そしてそのお客様と直接対面で会っていますので、お客様のことをより深く理解したりとか、まあ、来てくださる方は本当にありがたいというのが実感して感じることができるので、ウェブ集客は効率がいいです。だけれども店舗とか、あとはその自分の置かれている状況において、特に初期の頃とかはですね、ウェブもまだそんなに稼働してなかったりして、回れるところを回ってみるっていう、自分の関係するお客様とどこだったら接点があるかなっていうのは、やはり考えて動いてみる価値はあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから例えば新規の集客できませんできませんっていう方とお話ししても、まあ、例えばブログの回数が週に一遍とかだったとかいうのはもう論外なんですけどね、露出量が全然少ないから。ウェブの場合は大量の投稿とかがある程度ないと露出が増えていかないので、それでは無理ですっていう話が1点と、じゃあアナログ的な動きを何かしているかっていうと、ほとんどやってないですね。どう回っていいかわからないっていう人もいれば、やっぱり飛び込みきついの知ってたりとかね、すると行きたくないみたいなところがあるので、まあある程度もちろんウェブでできちゃいます、できちゃうんだけれども、そのアナログのところもやはりね、どうしても捨てがたい部分もあります。でこれはリピート対策に関してもそうで、アナログ的な例えばおはがきを書く、お手紙を書くっていう会社は潰れないっていう話を聞いたこともあるぐらい、今逆にデジタルが非常にこう全盛期なだけに、アナログなつながりを人が重視するようにもしやなってきてるのかもしれません。だからそれは教室においても一緒で、私が知っている先生とかはちゃんと月に1回会員さん全員にちゃんと絵手紙というかおはがきを書いて、来月はこんなものをやりますとかっていうことで、リピート対策がしっかりできている先生とお会いしたこともあります。やはりそれを見ると、来てるなっていうことで全然覚えてるし、まあ、他行こうかなと思った時にね、やめていくっていうよりはダブルで行くかっていう感じになるようなケースとかが多かったりするので、お客様の気持ちをまあ、そのまま捉えておくっていうことがしやすいのがアナログ営業だったりする部分にもなります。なので集客はいろんな手法があるっていうことです。ウェブ集客だけじゃなくて、むしろ今の時代とかはアナログも上手に組み合わせる方が集客しやすいんじゃないのかなっていうのを感じる今日この頃のお話でした。
では皆さんもそんな観点から自分の集客手法を見直してみてください。それでは。